次に大口義則君。大口君。公明党の大口でございます。質問をさせていただきます。まあ、大臣は所信でですね、人類社会は人間の尊厳が重視され尊重される社会、そしてまたこの自由基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義がそうした社会を実現するためにですね、原理と、そしてまた絆を結び誰もが幸せを享受できる社会を目指す、まあ、こういうことを述べられています。今回のですね、このロシアのウクライナへの軍事侵攻、これは力による一方的な現状変更であり、またウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反であり、国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許されるものではないと強く抗議するものでございます。まあ、そういう中で昨夜岸田総理がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談をされて、そして日本はウクライナと共にあるということでですね、この確固たる支持を伝えたわけでございます。まあ、その中でこの在留ウクライナ人のですね、在留の延長、これを可能にする措置もですね、取ると、こういうことも言われました。また本日の未明の G7 などの首脳らの電話会談におきましてもですね、このしっかり国際社会一致して、強力な制裁措置をですね、やっていくということの中で、ウクライナから多くの人が避難してきていると、その避難してきている周辺国への支援、こういうこともですね、意見が交換されたというふうに報道されているところでございます。まあ、そういう中でですね、今、この今、50万人以上と言われております、このウクライナからですね、ポーランドやルーマニアにですね、この戦争を避けてですね、避難されていると。まあ、家族がバラバラですね、お母さんとお子さんだけで避難されると、まあ、こういう非常に悲しむべきことが起こっているわけでございます。まあ、そういう中でですね、我が国としましてもですね、例えばかつてインドシナ難民をですね、閣議了解の上、まあ、制度として積極的に受け入れたことをですね、と同様に、政府はウクライナのですね、避難民を閣議了解の上、制度として受け入れることを、直ちに決定し対応する必要があると考えますが、法務大臣の ご所見をお伺いします。古川法務大臣。大事なことは、ウクライナから避難される方々をですね、迅速かつ適切に保護することだと思っております。在留資格制度や難民認定制度を所管する法務省として、今後のウクライナ情勢と踏まえつつ、個々の外国人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいる所存であります。その上で、今委員がご指摘になりました、このウクライナからの避難民を制度として我が国に受け入れるということにつきましては、その予備も含めて関係省庁と連携の上、早急に検討して積極的かつ適切に対応してまいります。大口君。大変前向きなご答弁いただきましてありがとうございました。早急にですね、結論を出していただきたいというふうに思っているところでございます。昨年3月の6日、長野入管のに収容されておられたスリランカ人のウィシュマ・サンダマリ様さんがお亡くなりになりました。あってはならない悲しい事案であり、改めて中心よりお悔やみを申し上げますとともに、ご遺族にお見舞いを申し上げます。昨年12月24日、当委員会でウィシュマさんの収容の中の様子をですね、撮影したビデオの映像を、私も理事の一人として、閲覧させていただきました。大きな衝撃を受けました。長野入管において非収容者の大切な命をお預かりしているという自覚、人権への配慮や幼体救援に対する危機意識に欠け、適時適切な対応が取れなかった問題点を、しっかりとですね、認識反省するとともに、二度と同じような事案が起きることのないよう、全職員の意識改革、組織改革、
医療体制の強化など改善策が早急に講じなければならないと痛感した次第であります。本件死亡事案の発生を受け、まあ、昨年8月10日、この調査報告書が発表されたわけでありますが、大臣におかれてはですね、この名古屋入管のこの非収容者死亡事案に対する受け止め方と今後の改善に向けた姿勢をお伺いします。委員長。古川法務大臣。このウシマ・サンダマリさん、亡くなられて間もなく1年が経とうとしておるわけですけれども、これはもう誠に悲しい出来事であって、心からお悔やみを申し上げたいというふうに思っております。で、この事案に関する調査報告書ももちろん読みましたし、ビデオも私も見ました。これはもう大変胸のつぶれる思いをしておるところであります。で、そこでやはりこの今委員もおっしゃいましたけれども、この人の命を預かるですね、この収容施設においてやはり何か欠けているものがあったということは間違いないと思っております。従いまして、今後やらなければならないこと、私は2点あると思いまして、一つはですね、やはりこの調査報告書が示されております。で、ここで、これはきちんとした調査検討の結果、この報告書において12項目の改善策が示されているわけですけれども、これを着実に、そして可能な限り速やかに実行していくということであります。それともう一つはですね、やはりその、まあ、先ほども申しましたけど、何らかのこの欠けているもの、足らざるものがあるのだろうと思いますから、それはぜひ、なんと言いますか、虚心坦懐にですね、今のこの、収容の在り方を含むさまざまなその入管の在り方についてはですね、しかしこれはきちっと点検をして改めるべきものがあれば改めなければならないと、そういうこの姿勢でもって向き合わなければならない、まあ、そのように感じているところです。この不幸な出来事をですね、もう二度と繰り返さないと、二度と起こしてはならないという固く決意をいたしておりますから、結果にきちんとつながるような努力をしてまいります。大口君。で、昨年の8月10日の調査報告書でですね、まあ、2月15日の、尿検査結果、これは基準値を超える数値、ケトン体やタンパク質で、そういう数値が出ていると、で にもかかわらずの追加の内科的検査等が行われなかった、まあ、2月下旬、点滴受診を求めたのに、これに対する規則組織的な対応がなかったこと。で、亡くなられた直前、体調に外観上の顕著な変化が生じていたにもかかわらず、抗精神病薬等の服薬につき、医療従事者への相談する体制がなかったこと、バイタルチェックで血圧等の測定が不能となったことを受けた対応が取られていなかったこと、救急搬送との対応に関して、特に休日において体調不良の容体急変等に対応する体制が整備されていなかったこと、まあ、こういう問題点が指摘されていました。またビデオ映像を閲覧しましたが、亡くなられた方が適切にこの食事を取れていない状況、そしてまた職員に対して点滴や受診を求める状況が確認されています。なぜこれらに対する対応がなされなかったのかと痛感しました。これらの問題の背景には、名古屋局の幹部や現場職員の意識、情報共有が不十分という問題や、常勤の医師がおらず、週2回各2時間の非常勤内科医師と、月1回2時間の非常勤整形外科医師しか、この確保配置されていなかったり、あるいは休日における医療従事者へのアクセスの手段がなかったり、救急時の対応について統一的な対応方針がなかったという、まあ、医療体制の問題があったと思われます。この医療体制の強化については、昨日、
有識者会議からですね、この提言が取りまとめられて大臣に施行されているわけでありますが、これらの点に関する改善策の実施状況、これは名古屋局も含めてですね、お伺いします。出入国在留管理庁、西山次長。まず名古屋局における改善としまして、まず非常勤職員、失礼、非常勤医師を増員し、それに伴いまして診療機会も増やしているということ、それから非収容者の健康状態等の情報共有体制の構築などの医療体制の強化を実施したところでございます。また委員ご指摘の医療体制の強化に関する有識者会議、昨日提言を出していただきましたところですが、その中には常勤医師を中心に複数医師による勤務体制の構築と庁内診療体制の強化、それから地域医療機関との協議会の実施など、外部医療機関との連携体制の構築、必要な医療用機器の整備更新、医療従事者と職員間、各官所の診療室の間、各官所と本庁の間のそれぞれの連携、夜間休日における対応体制の整備と、その他の医療提供上の改善策をご提言いただきたところでございまして、必要な対応を早急に検討実施することとしております。このほか医療的対応に対する改善策の取り組みとして、職員が非収容者からの体調不良の訴えを正確に把握するための翻訳機器などの活用を指示したほか、救急対応マニュアルを策定したところでございます。引き続き医療体制の強化に努め、非収容者に対して適切な医療を提供してまいりたいと考えております。大口君。特に常勤の医師がですね、確保できていないという、ね、状況があります。そういう点でもやはり法整備をしなきゃいけないとに思います。またこの調査報告書ではですね、2月下旬の点滴受診を求めに対する職員から幹部への報告情報共有が不十分であったこと、解除等の対応能力強化や人員体制確保等の取り組みが不十分だったこと、仮方面の判断における関係部門間で非収容者の健康状態に関する情報を広く共有すべきだったこと、支援者の申し入れについての対応窓口や報告方法の方針が定められていなかったことについてですね、問題点が指摘されています。またビデオ映像を閲覧しましたが、人権の配慮に欠けた不適切な発言、亡くなった方の体調不良の訴えに関する上司への進言や上司による積極的な体調確認等が不十分だったのではないか、また亡くなった方がベッドから落下した際、その時に対応した女性職員だけでは体を持ち上げられず、数時間床に放置してしまうことがあるなど、現場の職員だけで適切な介助と行うことが困難な状況が続いていたのではないか、そのような状態であるならもっと早く仮放免することができたのではないかと、こういうふうに感じたわけであります。これらの背景には個々の職員の人権意識の問題、名古屋入管の幹部と現場職員の間での上下の情報共有が不十分であること、職業を担当する部署と仮放免の審査を担当する部署の情報共有のが不十分であること、支援者からの申し出に対する対応のばらつきがあったことなど、問題、この風通しの悪い組織上の問題点が あったのではないかと思うわけであります。ことについて、改善策の実施状況、名古屋局も含めてお伺いします。西山次長。まず名古屋局における組織体制の強化としましては、非収容者の健康状態等について幹部と現場職員及び現場の関係職員相互の情報を共有する体制の構築などを実施したところでございます。また組織意識改革のため、全職員及び外部有識者の意見を集約しまして、人権と尊厳を尊重し礼節を保って職務に従事すること、風通しの良い組織風土作りに努め、セクショナリズムに陥らず組織が一体となって課題に対応することなどを内容とする出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、現在その浸透に取り組んでおります。さらに体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定し、同指針において医師の所見を踏まえた仮放免の判断のあり方、
それから幹部による非収容者の体調把握、関係部署間での情報共有、体調不良者の情報の本庁への速報など、情報共有の在り方などを定めているところでございます。そのほか、監査指導部署の設置、これは来年度を予定しておりますが、に向けた現在準備をしておるほか、支援者からの情報提供の一元的対応窓口、それから情報共有体制の整備など、外部からの情報提供に対する組織的な対応についても取り組んでいるところでございます。大越君。次の課題についてお伺いします。今年2月14日の法制審議会総会でですね、嫡出推定などを見直す民法改正の要項が採択されました。でこの要項では離婚後300日以内に生まれた子は夫また前夫の子と推定する嫡出推定規定を維持する一方で、離婚後300日以内に生まれた子であってもその間に母親がその再婚したとき、再婚後の夫のことを推定するとの例外規定を設けて、その結果、不正推定の重複がなくなるため、女性の再婚禁止期間が廃止するとしています。でまた、この嫡出推定規定に基づく父子関係を否定する嫡出否認の規定についても、その否認権の範囲を夫のみならず、母および子にも拡大するとともに、その出足期間も1年から3年に延長するなど、目撃者の発生を予防する観点から、この要項は大きな前進だと評価しております。私どもは2007年からこの無戸籍者問題のプロジェクトチームを立ち上げておりますけれども、その中でもこの要項の案というのは非常にですね、大事だとここに考えています。これにつきましてですね、この着手推定規定を撤廃をしないと離婚前に出産した場合などが救われないとか、そういう現場の弁護士の意見があったり、あるいは嫡出否認制度の見直しについても DV がある場合に子や母が夫に対する嫡出否認の訴えの提供をためらう場合があるのではないかと、こういう懸念もあるわけであります。この DV 事案の嫡出否認の訴えをためらう方に対しては家事事件や人事訴訟の IT 化によって加害者と対面する心理的な負担を減らし、被害当事者の住所の取得によって加害者から危害を加えられる懸念をなくすことも必要であると考えております。まずは無戸籍者の発生を予防する観点から、この要項に基づく民法改正をできるだけ早期に行うことが求められます。民法改正に向けた法務大臣のご所見をお伺いします。古川法務大臣。無戸籍の方につきましてはですね、国民としての社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上の不利益を受けるという、これはもう人間の尊厳にも関わる重大な問題が生じているというふうに認識しています。ただいま委員ご指摘のですね、2月14日の法制審議会の答申は、さまざまなアプローチによって、無戸籍者の発生を効果的に防止しようとするものでありまして、この問題の解消に大変有益であるというふうに考えております。答申の内容はいずれも喫緊の対応が必要な課題を解決するため重要な意義を有しているものでありますから、できる限り早期に改正法案を国会に提出したいと考えています。大越君。で法務省ではですね、今回の要項に基づく改正がなされればですね、この無戸籍の解消に どれぐらいですね、このつながるのかと、それから改正が実現すれば、施行後に生ずる事案に対して、適用されることはもちろんのことでありますが、すでに生じている無戸籍者の問題の解決について、どのように対応することを検討されているのか、お伺いします。法務省金子民事局長。仮にご指摘の法制審議会が決定した要項の規律に従えば、離婚後300日以内であっても、母の再婚後に生まれた子を再婚後の夫の子と推定する規定が、規律が設けられることとなり、このような子については、裁判手続きを要することなく、再婚後の夫を父とする出生届が提出することが、出生届を提出することができるようになります。この点は法務省が把握している無戸籍者のうち、このような事情のあるこの割合が約 35.8% であることが明らかになっております。また、そのような事情がない子であっても、子や母が嫡出否認の訴えを提起することにより、
前の夫の嫡出推定を否認することが可能となるため、前夫以外の男性の子として届け出をすることができる場面が広がるものと考えられます。すでに発生している無戸籍者の問題の解決に関しましては、今後準備する法案において、新たな規律をいつの時点のいかなる事案に適用するのかという点に関わります。現時点では具体的内容は未定でございますが、現在すでに無戸籍者となっている方や、法律の施行時までに無戸籍となる方が存在することも念頭に置きつつ、この点について適切に検討してまいりたいと考えております。大口君。次にですね、これも本年2月14日の法制審議会の総会でですね、朝廷による和解合意に執行力を付与しうる制度の創設に関する要項が答申されました。これは私が昨年の大臣所信で質疑をさせていただいたところでございます。これもですね、国際朝廷のにおけるですね、執行力の付与という海外、国際朝廷というだけじゃなくて、国内のですね、この朝廷についても、和解朝廷についても執行力を付与すべきだと、それがまた ODR、あるいは ADR のですね、この促進にもつながるんだと、こういう提案をしたところでございます。これにつきましてもですね、早期の法制化を期待しておりますが、大臣のご所見をお伺いします。古川法務大臣。2月14日の法制審の答申は、裁判所の決定により、裁判外の朝廷で成立した和解に執行力を付与する制度を創設することなどを内容とするものであります。また、我が国の認証 ADR において成立した和解であれば、養育費の支払いを内容とするものについても、執行力が付与される対象となるということとされています。内容はですね、答申の内容は、委員ご指摘のとおり、利用者の利便性を高める点でも大きな意義を持つものであります。養育費の履行確保という重要な課題にも応えるものであります。これら、この、実現するための法案をですね、できる限り早期に国会に提出できるよう準備を進めていきたいと考えています。大口君。で昨年、これ、法務大臣の所信の質疑でも私、述べさせていただきました、この家事事件のリモート化を推進すべきだということでございます。これに対してですね、昨年の12月8日より、東京、大阪、名古屋、福岡の家庭裁判所本庁においてですね、この同日以降に実施される調停期日で、調停委員会が相当と判断した事案について、ウェブ会議による調停が施行されています。このウェブ会議導入のニーズが高くですね、仕事を休まず日程調整に難しさを感じていたり、遠隔地に居住するなどの事情を抱えている当事者の出頭負担の軽減、DV 事案における当事者の接触回避等による安全、安心な手続きの実現、新型コロナウイルス感染症対策にも有効であると。現時点におけるウェブ会議による調停の利用状況や利用者の声をお伺いします。最高裁判所手島家庭局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、令和3年12月から東京、大阪、名古屋、福岡の4つの家庭裁判所で順次、家事調停手続きのウェブ会議の施行を開始しております。令和4年1月末までのウェブ会議の実施件数は4つの家庭裁判所の合計で88件となっております。ウェブ会議を利用された当事者のお声としましては、例えば、調停委員の表情やうなずいている様子が見えることで自分の話が伝わっていると感じたと、また実際の調停室で調停をしているような気持ちになった。相手方当事者と同じ建物に行かなくてよいということの安心感があるといった感想があったというふうに聞いておりますところでありまして、おおむね好評いただいているものと承知しております。大口君。今、さらにこれをですね、令和4年度中に、さらに19件、この19兆にですね、拡大していくということでございますし、民事訴訟の改正が国会に提出した予定になっています。でそこに
おいてですね、この離婚訴訟調停によるウェブ会議で、まあ、和解調停による離婚の成立が可能となる仕組みがですね、まあ、創設されると、まあ、これが施行されるまでにはですね、まあ、全庁にですね、拡大すると、ここに伺っておるところでありまして、しっかりこのウェブ会議による、この和解調停の利用というものですね、拡大をしていくべきだというふうに考えております。で最後にですね、昨年 の、 通常国会で、これ、大臣にお伺いしますが、少年法が改正されました。でこの改正ではですね、今年の4月から、この18歳、19歳のですね、方はこれ、特定少年、18歳、19歳を特定少年として、まあ、引き続き少年法の適用対象としつつ、いわゆる逆送である検察官送致決定後は、少年法が定める刑事事件の特例を原則適用しないこととするものとしています。その中 です、ね、特定少年の時に犯した罪によって刑に処せられた場合、資格制限をです、ね、この排除する少年法の規定の適用をです、ね、受けないこととされておりまして、そうしますと、まあ、出所者のです、ね、等の就労を制限している資格制限自体がです、ね、を、まあ、見直さなきゃいけないということで、当委員会の付帯決議で、この政府全体として検討するよう求めたところであります。で法務省はこの付帯決議を受けて、再犯防止推進検討、再犯防止推進計画等検討会のもとにです、ね、まあ、その前科による資格制限のあり方に関する検討ワーキンググループを設置して、まあ、昨年6月29日からです、ね、3回、やってまして、今年の3月に4回目は開催されると聞いております。で少年本人、支援者に対してのニーズを調査を行い、所管省庁から警備員、看護師、介護福祉士、調理師、宅地建物取引士の資格等についてヒアリングが行われていると承知しています。で特定少年などの若年者の社会復帰促進の重要な柱の一つが、まあ、安定した就労であり、安定した就労を確保するための有力な手段に資格の取得があります。迅速な対応が必要と考えますが、今後のスケジュールや具体的な取り組みについて、大臣にお伺いします。古川法務大臣。委員ご指摘のとおり、罪を犯した特定少年などの若年者にとって、資格の取得等を通じて安定した仕事に就くということは、社会復帰を促進するために非常に重要だというふうに考えています。で当委員会におけるです、ね、改正少年法の付帯決議などを受けまして、法務省では、委員にもご紹介いただきましたけれども、令和3年6月にです、ね、有識者を構成員としたワーキンググループを設置しまして、前科による資格制限の在り方について検討を行っております。このワーキンググループでは、まず少年院に在院中、または保護観察処分に付された18歳以上の者、と少年院の法務教官や保護観察官等の指導者に対して、資格に関するニーズ調査を実施し、合計で1162人から、今後取得したいと考えている資格制限があることにより、就労に支障が生じた事例などについて回答を得ました。その上で、回答数が多かった資格を中心に、所管省庁からのヒアリングを実施するなどして検討を進めております。で今後のスケジュールということでございますが、現段階で確たることを申し上げるのは、ちょっと難しいんですけれども、この前科による資格制限は一定の合理的な趣旨目的を持って、法令に基づいて運用されてきたものでありますから、そのあり方につきましてはですね、これらを踏まえた十分な検討が必要であろうというふうに思います。他方で、本年4月にですね、改正少年法の施行を控えております。各所管省庁と密に協議をしつつ、例えば、資格審査における運用面での改善を働きかけるなど、
早期の対応が可能なものから検討を進めていきたいというふうに考えています。大口君、時間が来ましたので終了します。ありがとうございました。次に蒲田さゆり君。